こんにちは、宮古寺です。それでは今回の問題です。この問題で、あなたの複素数の知識と複素数のうまい切り返し方をバーンと学んでいきましょう。頑張っていきましょう。こんな問題ですよ。X は今複素数なんですって。で、この方程式、トゲですよ。もうシンプルな問題ですね。じゃあ、もうこれはパワーですね。力でねじ伏せる問題ですよ。オラ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 って展開してあげて、で、因数分解して解を出すという問題です。じゃあ4乗の展開っていうのはね、2個程でバランとやってもいいんですけども、まあ4乗程度だったらね、パスカルの三角形がいいですかね。じゃあ、1、1、1、2、1、1、足して3、3、1、1、足して4、足して6、足して4、で、1ですね。ここが4乗の展開した時の係数ですね。はい、じゃあこいつを見ながら展開していきますよ。じゃあ、x-2 の4乗っていうのは、1×x の4乗足す、4×x の3乗かけ、-2 の1乗足す、6×x の2乗かける -2 の2乗足す、4×x の1乗かける -2 の3乗、プラス 1×-2 の4乗ですね。これが x-2 の4乗の展開ですよ。じゃあ次ね、こいついきますか。x プラス2の4乗っていうのは、ここの -2 をみんなプラス2にすればいいだけですね。じゃあ、1×x の4乗足す、4×x の3乗かけ2の1乗足す、6×x の2乗かける2の2乗足す、4×x の1乗かける2の3乗足す、1×2 の4乗ですね。じゃあ次ね、x-1 の4乗展開しましょうか。じゃあこのね、-2 っていうところをマイナス1にすればいいだけですね。っていうことで、1×x の4乗足す、4×x の3乗かけるマイナス1の1乗足す 6×x の2乗かけマイナス1の2乗足する 4×x の1乗かけるマイナス1の3乗足す 1×マイナス1の4乗ですね。バカ丁寧に書いてますよ。頑張ってね。さあさあ、じゃあ最後ね、この x プラス1の4乗を展開してあげましょうか。じゃあ 1×x の4乗足す 4×x の3乗足す1の1乗足す 6×x の2乗かける1の2乗足す 4×x の1乗かける1の3乗足す 1×1 の4乗ですね。はい。さあ、じゃあ、こいつらを全部和を取るんですけれども、プラスマイナスのところは全部消えますね。パチパチーとね。ってことで、これ 4×x の3乗かけるマイナス2の1乗で、マイナスになりますよね、符号は。で、ここは 4×x の3乗かける2の1乗でプラスになりますよね。で、これ同じもののプラスマイナスなので消えますね。同じようにここもプラスマイナスで消えますね。同じようにここプラスマイナスで消えて、プラスマイナスで消えますね。ってことで、この方程式の左辺っていうのはどうなるんですかというと、こいつをブワッと足した 4x の4乗ですね。ですね。で、ここは、6×4、足す6足す6ですね。足す6足す6で60。なので、60x の2乗ですね。ここね、足すとね、60x の2乗。で、ここが、16+16+1+1なので、34ですね。プラス34になりますね。これが和を取ったものでしょ。で、それがイクオール2018ですよと。はい。さあ、じゃあ、4x の4乗を、プラス 60x の2乗を、で、移行しますよ。-1900 なんぼ。2018を34引いたら4の8の9、1984なんですね。1984イコール0ですよ。じゃあこれみんな4で割り切れるでしょ？ 4 で割れますよね。4の倍数っていうのは下2桁が4の倍数だったら4の倍数ですからね。84って4で割れるから4の倍数だよっていうのがわかるんですよ。これトータルでね。はい。じゃあ4で割ってあげれば、x の4乗プラス 15x の2乗マイナス 4416、4316、4624イコール0ですね。じゃあこれ頑張って因数分解してあげたいわけなんですが、よいしょ。496っていうのを素因数分解してみましょうか。で、まあ素因数分解めんどくさいのにざっくり素因数分解ね。4で割ると C1 が4、C2 が8、4416、C3、12の C1 が4。だから 4×4×31 なんですね。
ってことは496って16×31 ですね。じゃあ 16×31 かけて、16と31ってかけて496になって、で、これね、マイナス16と31を足してあげたらちょうど15になりますね。ってことでこんな風に因数分解できますね。x の2乗を、プラス31と x の2乗をマイナス16イコール0ですね。じゃあこれ展開するとちゃんと x の4乗をプラス 15x の2乗をマイナス496になるでしょ、これでね。さあさあ、じゃあ x の2乗の解っていうものがマイナス31と16になるわけですね。じゃあ x を解、x って何ですかというとプラスマイナスルート 31i とプラスマイナス4になるんですね。ということでこの4次方程式の解っていうのはプラスマイナスルート 31i とプラスマイナス4になりますよという答えです。まあパワーですよ。もうブルドーザーのようにね、ガガ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 ッと展開し上げて、オラって足してあげれば、まあ解けますぜっていうね、シンプルな問題でした。はい。じゃあ、複素数に関するね、うまい切り返し方についてちょっと伝授しますからね、ぜひ活用してみてください。複素数っていうのは、例えば3プラス 2i みたいな複素数があったときに、i がついてないここの部分を実部って言いますよね。で、i がついてるここ2っていうのを虚部って言うでしょ。で、この実部と虚部っていうのは混じり合うことがないわけですよ。なので、学校の先生とかね、まあ、塾の先生とかに当てられるときってあるでしょ。はい、じゃあ宮古くん、これ答え言ってごらん、みたいな。って言われて、で、こう当てられて、わからんときってあるじゃん。なんか、これわかんねえ。っていう時に、こんな風に先生に言えばいいんですよ。先生、僕と先生は実部と虚部なので、交わることがないと思うんですよね。なので、僕と先生は実部と虚部だから、その問題には答えられません。って言えば、先生がもうね、おん、おん、そうか、俺とお前は実部と虚部だったな。じゃあいいよ、はい、次。っていう風にね、切り抜けれるわけですよ。まあ、知的にこうやって切り返してあげると、こっちの先生としてもね、おん、ってなるわけです。はい。なので、ぜひね、使ってみてくださいよ。で、先生も、ってなるし、クラスのね、クラスの友達とかね、クラスの、その異性の友達とかもね、なんか、なんか知的に切り返してるあの人。ってなって、ちょっとね、キュンって何人かすると思うんですよね。なので、ぜひですね、使ってみてください、これ。で、ぜひコメントくださいよ。好きな人が、なんか、キュンキュンとしてましたとかね、コメントください。はい、ということでね、複素数の問題でした。合格できる。